オーストリア東部鉄道とは、オーストリア連邦鉄道が所有する鉄道線である。路線番号は118から01、時刻表番号は700及び701。ドイツ・オーストリアなど西欧と、ハンガリー・バルカン半島を結ぶ幹線としての役割を担っている。また、ブラチスラバ方面に向かう姿勢があるが、終点ペトルジャルカ駅は、スロバキア国内にありながら、2015年時点では、 スロバキア国鉄の他路線とは接続していない。オーストリア東部鉄道の一部区間は S バーン運行区間である。2012年12月からこの路線の出発駅はウィーン中央駅となっている。東部鉄道はオーストリアの世間には以前のラープ鉄道を意味する。列車はクレーデイリングの市境回線を越えてグラーマトノイジードルへ向かう。そこでポッテンドルフ線が ウィーナーのイシュタット方面に分岐する。この路線は続いて1921年までオーストリアとハンガリー王国の境界駅であったブルクアンデアライター駅に至る。ブルク駅の西の分岐点から支線が過去にはハインブルクまで伸びたがペトロネルカーヌンテウムハインブルク区間は現在プレスブルク線に属する。またこの支線は単線で電化されていなくて 地元企業の連結線のみに使用されている。パーンドルフ村駅からパンノニア線及びノイジードルコ線がノイジードルコ流域の方に共に分岐する。パーンドルフ駅では単線で電化された支線が分岐してブラチスラバペトルジャルカ駅に至る。列車はニッケルスドルフを経由し国境線を越えてエ・ジェシュハロム駅に到着する。その駅は1921年から 国境駅であったが、ハンガリーが2007年宣言協定の適用国家となったので、国境統制はもう行われない。ブダペスト方面には、ブダペスト隊へ、ジェスはロム線がこの路線を継承する。制限されたドナーイ水運を保管する目的でシな、スダンシャクとシェネラーは、ウィーンと1921年まで国境線のあった、ブルックアンデアライタの連結路線と現在の、 プレスブルク線の建設を計画した。1836年シナスはオーストリア帝国政府に鉄道建設予備作業の許可を申し込んだ。1838年1月2日、建設許可は与えられたが、排他的な特権ではなかった。同年3月20日シナスは株式会社の資金を集めるために委員会を組織した。1838年6月に 会社設立は許可され、同年9月シナスに最大株主の権限が譲り渡された。1839年5月6日、帝国ウィーン・ラープ鉄道の定管は、帝国統合裁判所事務局により承認された。ウィーン・ブルック・アンデア・ライタ区間の工事は1840年開始の時点からゆっくり進行された。その原因は、現在の東部鉄道、 マルヒエク線の計画であり、その路線のウィーン・ラープ鉄道の競争路線となる恐れであった。1842年シナスは東部鉄道の1 5トル区間がすでに建設されたけれども国家により鉄道建設を行うことを申し込んだ。しかし帝国政府は国会予算で鉄道建設を続くことを断った。その代わり政府はシナスに ハンガリー方面の鉄道敷設権を取り消して、その株式会社に南部鉄道建設を割り当てた。この路線の社名は、ウィン・グログニッツ鉄道会社に変更された。1844年2月シナスは新たにウィーン、ブルックアンデ・アライタ区間とウィーナー・シタットマイナスか、ゼルドルフ区間の建設許可を取った。1845年建設作業は再開され、 1846年9月12日はウィーン、ブルックアンデアライタ区間が開通した。1853年に、ウィーン・ブロックニッツ区間、モエドリング・ラーク・センブルク区間、ウィーナーノイ・シュタット・カッツェルスドルフ区間は、南部帝国鉄道に引き受けられたので、社名はウィーン・ラープ鉄道会社に戻った。1855年ラープ鉄道は、オーストリア・ハンガリー国家鉄道会社に買収されたが、 この会社は、名と違って私鉄であった。その後この路線の経由列車は、ジェイルブダペスト区間の通じてブダペストまで到達する。別会社と合併された、国家鉄道会社は、ウィーン、ブレスブル区間と、ウィーンからミステルバッハ、ラーンデアタや経由でブルノまで行く、ラオセン及びフルショバにブルノ線を運営した。1909年国有化。ウィーン東駅を使用していたが、 第二次世界大戦による戦災から再建されるまで、ウィーン南駅を使用していた。1975年6月1日から、ウィーン南駅、ブルック区間で、ディーゼル動車が2時間間隔で運行され、その区間に各有電車線が設置されて、後で4030軽電車が投入された。ノイジードル方面の運行のために、ウィーン方向の新しい分岐線が設置されねば、ならなかった。 既存の分岐線は、ハンガリー領に属したので、ブダペスト方面へ連結されていたわけである。建設過程で、パルンドルフ・オルト駅が新設され、その分岐線は1979年5月27日、開通された。S バーン系統は、ニッケルスドルフまで延長されたことがある。2010年南駅の駅舎は撤去されたが、列車は2012年まで、 臨時措置により西駅の東側を出発した。2012年12月9日から新しい中央駅はこの路線の出発駅の機能を果たしている。ウィーン・ニッケルスドルフ区間及びパルンドルフ・キッズー区間は東部地域運輸連合の管轄区域である。下記1系統が1日1往復運行している。ウィーン・イー,ーは111号線にヘジェシュ・ハロム・伊トは ハンガリー国鉄1号線に直通する。なお、ザルツブルク異性に直通する車両はユーロナイトとして案内される。下記3系統が運行する。以下では、オーストリア国鉄70701号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。ありがとうございます。